目に見えないものは怖い。そんなイメージを持っている人がまだまだ多いかもしれません。じゃあ、なんで目に見えないものが怖いのか。それはよくわからないからです。人はよく知らないものを恐れます。だからこそ、目に見えない存在、とりわけ竜のことを少しでも身近に感じてもらうことで、目に見えないからといって存在しないわけではないし、目に見えないからといって怖い存在というわけではない、ということをお伝えしたいのです。人は一人では生きられないし、もともと一人ではないんだけど、どうしてもなぜか、一人ぼっちだ、孤独だ、自分だけで頑張らねば、というふうに思い込んでしまう生き物でもあったりします。私にも経験がありますが、誰も頼れる人はいない。どうせ神様なんてまやかしだろうし、本物がいても私を見放すだろう。そんな風に思ってしまうことも。でもね、そんな時こそ、実は目には見えなくても、私たち人間を温かく、根気強く見守ってくれている工事の存在がいるということをイメージしてみてほしいんです。その工事の存在の中でも、竜は大切な流れを司る指導霊です。この世には流れがありますから、その流れに乗るか逆らうかで、何をするにも運命の差が出ます。どんな職業でも、どんな特性の人でもそうです。だからこそ、竜の流れに素直に乗っておいた方がいいんです。もうこれは自然の法則ですよね。あなたが本書を手に取ってくれた理由は何でしょうか？竜が好きだったり、ふと気になったりしたからでしょうか？いずれにしても、星の数ほどある本の中から手に取ったという時点で、もうあなたと竜の奇跡の物語は始まっているということを宣言しておきましょう。竜に味方してもらうのは難しいんじゃないかって考える人もいるかもしれませんが、実は意識次第で誰にでもできます。それを私だけ独り占めするなんてつまらない。みんな竜を味方につけて、うまくこの変化の時代の波に乗ってほしいという気持ちでこの本を書かせていただきました。七つの竜に味方してもらうにはどうしたらいいか。私が知っていることはすべてこの本の中で紹介したつもりです。ぜひ皆さんがその方法を実践して、竜と共に幸せに生きていけるよう願ってます。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、ミラクルばかりの幸福な人生に変わる、七竜神の開運お作法という本をご紹介したいと思います。皆さんは竜神ってご存知ですか？日本では豊作を願い、水の神様として信仰され、全国には竜神を祀っている神社もたくさんありますよね。僕なんかは竜神と聞くと、ガラスの仮面で北島麻也演じる竜神が滝から出てくるシーンを思い浮かべたりなんかします。それは置いといて、スピリチュアルの世界でも竜神というワードはよく見られ、天と地を縦横無尽に動いてつなぐ巨大なエネルギー体と言われてたりします。そんな力と流れの塊である竜神様を味方につける方法があるんですって。竜神様を味方につけたら、それこそ仕事もお金も恋愛も人生すべてがミラクルばかりで幸福なものになってしまうんですって。しかも今日から、この本を読んだ瞬間からですよ。気になりませんか？本書の著者は望月彩香さん。物心ついた頃から霊感があり、いつも霊に悩まされる少女時代を送っていた望月さんですが、そんな自分の性質を受け入れることができないまま、大学進学、一般企業へ就職するものの、過労で体調を大きく崩し、気持ちもどんどん追い詰められていってしまいます。そんな何もかもうまくいかなくなった時、今まで否定してきた工事の存在に降参し、幼い頃から見守ってくれていた白龍様の、今までの逆をやったらどうだ？との導きを受け、スピリチュアルカウンセラーへと転身します。16年間で1万6000人を個人鑑定後、始めた YouTube では計30万人の登録者数を誇る大人気 YouTuber となり、また出版される書籍も Amazon ランキング1位を続々獲得するなど、ベストセラー作家としても活躍されております。そんな望月さんが、
目には見えないけど確かに存在する7つの龍神を味方につける方法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのチャーム探しがございます。この金色のカエルのチャームを動画のどこかにいくつか置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットです。果たして何個あるのでしょうか。全部でいくつあるのかは動画の最後にお伝えしますね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければ高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。個性的な七龍たち。基本的に人を導く龍には7つの種類があります。それぞれの特徴をご紹介しましょう。白龍、人間関係を良くしてくれる。自分から周りにエネルギーを広げていく性質がある。穏やかで寛容、器が広い。個々を束ねまとめる力がある。雰囲気作りが得意。経験から学べるよう温かく見守る。自分を大事にしないことにだけは一番厳しい。黒龍、とことん自分の世界を追求し才能を開花させてくれる。周りのエネルギーを自分の中に集約させることができ、寡黙で信念があり本質を極める。無限に広がる漆黒の宇宙空間のイメージ。金龍、新たなチャレンジをするときや思い切って行動するときに力になってくれる。新しいもの好きで勇気と実行力がある。熱くてがむしゃら、割とせっかちで人情派。銀龍、地域開発や地元に根ざした活動を応援し生活環境を整えてくれる。地に足をつけた落ち着いたタイプで土地を司り地域を守る。聡明で義理がたい。割と具体的指示をしがち。青龍、心身に不要なものをデトックスし浄化してくれる。汚れがなく清潔好きで性格も嘘がつけない。美しくないこと、整ってないこと、下品なことは嫌い。手龍、諦めずに好きなことを続けられるよう手助けをしてくれる。迷いを断ち切り折れない心を作る。情熱的で信念を持っている。嫌味のない優しさと強さがある。魅力的だけれど媚びない。ささやかでも心豊かにするものが大好き。黄龍、多極化の時代に自分らしさを失わず輝きながら生きていけるよう力を貸してくれる。偏見や先入観なく自分も他人も受け入れることができ、ファンタジーの妖精みたいに屈託がなく変幻自在。ちょっと空気が読めないタイプ。希望、勇気、冒険、ワクワクすることが大好き。その反面気が多い。なんとなく自分にも当てはまるとかピンときたところがあれば、今あなたの指導霊としてついてくれているのかもしれませんよ。龍からのお知らせをキャッチしよう。よく私には霊感がないから本当に龍がついてくれてるかどうかなんてわからないって言われるんですけど、大丈夫、現れたらサインを出してねと頼めばきっと龍は答えてくれます。なんとなく龍の気配を感じるとか、あの模様が龍に見える、龍の文字や言葉をよく目にする、耳にするなんてことがあれば、それは龍からのサインだと思ってください。それと龍は気象を楽々使いこなす存在。大雨が降る、蜃気楼が出る、突風が吹くというように気象現象で知らせてくれることも多いですよ。よくあるのが龍の形の雲を作って見せてくれること。それっぽい雲を見たら龍に見えるけど気のせいじゃないかとか思わずに、龍が味方してくれてるサインだと思いましょう。雨を降らせて知らせてくれることもあります。急に雨が降ってくる、
自分がいる場所だけ降ってくるなんてこともありますよ。龍がよくいる場所に行ってみると存在が身近に感じられることも。神社などもいいですが、自然豊かな場所、すっきりとして綺麗な街並みなど、自分がなんとなく心地よく感じるところに行くのがおすすめです。いずれにしても龍はポジティブな存在なので、自分から行動しようとしている時ほど肯定のサインを送ってくれることが多いでしょう。でもよくわからなくたって大丈夫。龍の力を借りるって決めた人のことは必ず味方してくれるので、信じて前向きに歩んでいきましょう。龍を信じ従う。龍との関係はお互いの信頼がとっても大事です。一度出したオーダーは取りやめられないっていうのは肝に銘じておいた方がいいかも。ミーハーな軽い気持ちでオーダーしてしまうのは NG です。例えば、仕事を辞めたいんだけど辞めてもいいか教えてほしいと願った時に、辞めても大丈夫だよって龍が教えてくれた場合、もし思い切って辞めたなら、きっとその後は龍が作ってくれる流れに乗ってうまくいくと思います。でもやっぱり辞めたらその先が不安だしなんて考えて辞めなかったら、龍は残念だな、この人は教えてもやらないのかってつながりが薄れてしまうんです。つまりお願いして答えをもらったら、それを信じて思い切って行動しないと次のチャンスはなかなかやってこないのです。時々龍の言うことを聞かないと罰が当たるんだと勘違いしている人がいますが、そういうわけじゃないんです。自分が龍の話を聞かない方を選んだことで、龍ももうこれ以上は指導ができない、だからスムーズに物事が運ばないというだけの話。龍、つまり流れのエネルギーに乗らなければ流れずスムーズに動かなくなるのは当たり前ですよね。龍は無理に押し付けるってことはしないんです。だからオーダーするときは、自分と龍を信頼してそのアドバイスを受け入れ、実行する覚悟を持ちましょう。できれば即決がベストです。あなたが本気で流れを変えるんだとか、龍の指導を受けるんだと決意したのなら、龍はあなたを信頼してあなたのために必ず働いてくれます。自分も龍も八百万の神。よく龍につながりたくていろいろ実践したけどいまいちつながれないというお悩みを聞くんですが、そういう人に多いのが、私みたいな人間はダメだから相手にされないかもと無意識に思っているパターン。自分を卑下してすごい龍とダメな私というような意識でいると、なかなか龍とはつながれないんです。本当は人間もそうだし、この世にあるものはみんな唯一無二の素晴らしい存在です。八百万の神という言葉の通り、すべての存在には内なる神がいて愛があるんです。それを真我とも言います。私は自分を好きになろうとか自分を認めようと常々言っているのですが、これはなぜかというと、みんなが真我に目覚め、本来の自分が神的な存在で、この宇宙になくてはならない大切なものなんだと思える世の中になってほしいから。私も小さい頃から霊的な能力のおかげで自分が他人と違ってやばい人間だと思っていたし、親からも褒められたことがなくて自分が大嫌いだった。でもある時鏡を見てみると、まるで神様のように光り輝いて見えて、自分はダメな存在なんかじゃない、自分は神なんだ、命ってそれだけで美しいんだと気づく奇跡的な体験をしたんですね。この時から自分のことを肯定できるようになり、愛することができるようになったんです。そして自分に対して絶対的な自信がついて、何があっても傷つかないし、いつも幸せで満たされた気分でいられるようになりました。もちろんすぐに完璧に揺るがなくなったわけではなく、何度もつい忘れそうになる時もあったけれど、その度に思い直し、徐々に徐々に思い癖や自分はダメだって設定が変わっていったわけです。
まず自分を愛せれば、それが溢れて人が愛せるし、自分が幸せだと、周りの人のおかげなんだと心から感謝できて、人を幸せにしようって思えるんです。シャンパンタワーと同じです。まず自分を満たさないと他には流れていかないけれど、自分が満たされると次第にグラスが満杯になって、勝手にどんどん他のところに流れていくんです。龍も私たちにそうやって愛を循環させてほしいから、自分を好きで大切にしている人に味方していきます。だから思い上がりではなく、自分も神様だと思ってみてください。龍神さんも神様だけど、私も神様でお互い様。一つの流れに向かって神様同士で協力し合ってるんだよっていう意識でいてほしい。義務感での行動は龍を遠ざける。自分を大切にするということに関連してもう一つ注意してほしいことがあります。それはこの本で紹介している龍につながるワークも自分が苦しかったり辛かったりしたら決して無理に義務感でやらないということ。以前私のクライアントさんにこんなことがありました。その女性はとても綺麗好きで青龍さんがついているタイプの人でした。彼女は最初、家が綺麗だと気持ちがいいなと思っていつも掃除や片付けをしていたんですが、何かで綺麗にしないと運気が下がるという情報を知ってから、だんだん汚いのは絶対ダメ、運気を上げたいならあそこもここもやらなきゃ、丁寧に水拭きしないと意味がないと脅迫観念で掃除をするようになっていったんです。さらに子供ができて時間をかけて丁寧に掃除したところをすぐにぐちゃぐちゃに散らかされたり汚されたりするようになると、なんでせっかく綺麗にしたのにすぐに汚すのといつもイライラしながら掃除するように。人にもついつい当たってしまって人間関係は悪くなるし、体力的にも大変で開運どころか辛くなる一方になり、私に相談してくれました。そこで家を見せていただくと、確かに見た目はとても綺麗なのにイライラの気がそこら中に充満しているのを感じ、さらに青龍さんが以前は通ってくれていたはずなのにどこかにいなくなってしまったのも分かったんです。龍は人に自分の好きなこと、ワクワクすることを突き詰めていってほしいと思っているから、いやいややっていたら味方にはなってくれないし、いくら開運にいい方法でも逆に運が逃げていくことだってあるんですよ。だからあくまで自分がいい気分でいられるかどうかを優先してください。楽しくないことは思い切ってできる人に任せても OK。 そのために必要なお金など条件は必ず揃います。何事も循環ですから、あなたが得意で楽しいことをしていれば、苦手なことは誰かに頼れるようになって、それが社会貢献となっていくものです。自分に合う龍を選ぼう。つながりたい龍、力を借りたい龍がいたら、その性質に真似できそうなところがあれば、自分を寄せていくのもいいし、味方になってもらうための方法やワークを実践したり、出会えそうな場所に行って龍のエネルギーを感じたりするのもありです。それぞれ龍の個性があるので、その時その時でどれか選び、その龍に特化して OK。 大事なのは、自分はこれを最初にやりたいと思ったら、正解かどうかわからなくてもまずやってみて、流れが来てるなと思ったらその流れに乗ってみること。龍は実在する生き物ではなく流れのエネルギーなので、私たちが知ってる龍っぽい形の雲を作ったりしてサインを送ってくれることはありますが、はっきり私たちがわかるようなイメージを見せてくれることは稀。本当に思ったことが合ってるのかとか、どんなメッセージを伝えようとしてくれるのかなど、どれも自分の感覚で決めるしかありません。気のせいじゃないか、もし間違って失敗したらどうしようと躊躇してなかなか決められないなんていうのは龍神さん的ではありません。せっかく来た流れはあれよあれよと通り過ぎて乗り時を失ってしまうのです。幸運の波に乗りたいなら、勇気を持って自分を信じ、自分が選んだ龍を信じて実践していきましょう。
まずは第一歩を踏み出すことから。レッツトライ。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか。私たちのこの宇宙の 96% は目に見えない物質、目に見えないエネルギーで占められていると言われています。つまり、私たちが分かっているものは 4% だけ。それ以外のほとんどは目に見えず分かっていないものばかりなんです。その 96% の中に、私たちを大きく変えていく何か大きな力があっても何ら不思議ではないですよね。望月さんも白龍の教えで人生が変わっていったとおっしゃっています。これをまさかと思うか、そんなこともあるのかもと思うかで人生随分変わってしまうのかもしれませんよ。本書はここから本編に入っていき、7つの龍神様それぞれの特徴や味方してもらうためのワークがめちゃめちゃ細かく紹介されています。読んでいると、あ、この龍神様は自分っぽいかも、とか、こんな考え方憧れるな、とか、こんな時はこの龍神様に頼りたいな、なんて思ったりと、ただ読んでいるだけでもなんだかワクワクしてくるんです。さらに本書の最後には7つの龍の紋章カードがついてますので、これを切り取ってお財布や手帳に入れてお守りみたいにして持ち歩くと、より強く龍神様たちとつながれるんですって。そして本書は Amazon の読み放題サービスである Kindle Unlimited に登録されておりますので、会員の方は無料で読むことができるんです。やばいですよね。会員だったら読まない理由がないですよね。もしも最後の龍の紋章カードを有効活用したかったら、紙版の書籍の方がいいかもしれませんね。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えした金色のカエルのチャーム見つかりました？チャームの数は全部で5つです。どうです、見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。